んにちは。じゃあ、ユダカさんにちょっと質問がありまして、はい、DNA の正捕手は誰なんですか、今。谷繁さんですよね、もう。谷繁いいね。でも谷繁腹出てきてるんだよ。絞らせましょう。絞れるかな。ということで、このベイスターズのこのキャッチャー、今やっぱり結構いろいろ言われてますけども。まあ言われ、まあいろいろ言われてるっていうかさ、広島戦で戸柱を2回途中で変えたっていうことでしょ。まあそれですね、やっぱり。はい。まあ何かを変えたかった。変わらなかった。まあ人を変えるっていうことは流れを変える。まあよくやるのはピッチャー交代じゃない、うん、ね、もう明らかじゃない、うん、でも野手で久しぶりに使われてよ、はい、2回で変えられたらきついよな、うん、2回はきますね、きますね、結構、まあ、打たれてんのは、うん、まあ、キャッチャーやってる人間だったら、うん、ああ俺のサインが悪いのかなっていう責任を感じながらやってると思うよ、はい、でもその傷口に塩を塗るようなさ、俺は変え方だったと思うんだよね。まあ確かに指揮官とすれば、監督としたら流れを変えたかったっていうのは分からないではない、分からないではないけど、組織とかチームというふうに考えた時に、一人の選手をそういう扱いをしたら他の選手がどう思うか、うん、また戸柱本人がこれがどう思うかだよ、うん、長いシーズンを考えた時に、その信頼関係っていうのはさ、やっぱ気づいていかなきゃいけないものじゃない、うん、それがもう根こそぎひっくり返るような変え方だもんね。だからあれはちょっとやりすぎかなっていうふうに思うよね。あ、なんかファームでも玉城選手結構成績良かったっすね、あの時、うんうん、でその状態で上がってきてたんで、うん、まあなんか逆にこっちで流れも変えれるんじゃないかなって思って、まあ、三振してるよね。はい。まあまあまあ、でも、まあ、でも久しぶりに出てさ、はい、まあ三振、まあそれもそうです、ね、まあバッターっていうのは三振もつきもんだからさ、全てが打てるわけじゃないし、そういった意味ではあの交代っていうのは、俺はね、組織を考えた時にどうなのか、まあ、世間の人がどう思うかっていうのはそれは別問題で、戸柱とラミレスがしっかりあのコミュニケーションを取って信頼関係を構築できてるんだったらよ、あの時なお前変えたけどこうこうこうだからって、うん、で次の日また使うからって、うん、使われなかったよね、うん、選手としたら屈辱的だよね。まあその後ね、戸柱とのいい会話ができてればいいけどね。まあ、それが心配だよ。やっぱ DeNA が調子悪いだけに、やっぱもがこうとしてるのは分かるけど、やっぱ信頼関係をなくすようなもがき方だけはやめてほしいな。まあ例えば2打席3打席見て、うん、チャンスになって打ててなかったら代打を送るとかさ、はい、それだったら本人も納得するだろうし、うん、ね。でもそれでも言葉は多分俺はいると思うよ、うん、な、あの伊藤も嫌だったと思うよ。そうっすね、おこわ、じゃあ先発させろよみたいな感じだったと思うよ。どっちも嫌でしたね。嫌ですね。だからまあ、信頼関係が崩れないように、あの組織としてちゃんとしっかり目標に、まだ諦める時期でもないし、まだまだいけるっていうふうにやっぱ信じなきゃいけない時期だから、だから絶対そこら辺はあのブレないように、ね、うん、頑張って欲しいと思います。はい、DeNA頑張れよ。頑張ってください。